安倍外交は結局何がすごかったんですか。コーヒータイムです。サミットに行っても会議場で話してるときは結局どこの国の首脳も役人の書いた紙を読む。でもその後のコーヒータイムに何を話せるか。安倍さんは英語で一生懸命海外の首脳と話してて、それが実は日本を変えたんです。